はい、同人生活です。ということで、前回の続き、コインを集めるところからやっていきましょうって言いたいんですけど、コインがね、見つからないんですよ。お前、まだ隠し持ってんじゃないのか？おい、お前、まだ持ってんじゃないのか？本当は。ちょっと、怒んないから出してごらん。ここら辺に乗ってないの？乗ってないね。てかコイン2枚じゃピクリとも動かなかったからな。どんだけ強欲な頭蓋骨なんだっていう話になりますけど。あった！3枚。あ、ここ。あ、貴様、またトレジャーか。お前、俺欲しいのトレジャーちゃうでしょ？もう。違うでしょうが。あ、ここにもある。あ、出てきた。またトレジャー。あ、いいけど。トレジャーでもいいですけど。別にね。悪いわけじゃないけど、全部パソブライト集まっちゃったじゃん。全部あったじゃん、ここに。3枚か。あとは、棺桶は？反対側はもう見たもんな、これ。反対側のこの辺りはもう見たから。3枚で足りるのかな？え？何？これをここに入れる？足りない？俺どうしたらいいの？ああ、おお。冥界にも高級リゾートがあんのかよ。このレバーを押さないと反応しなかったわけだ。なるほどね。さあ進もう。ああ、誰か死んでる。あのレバーね。はい、そういうことですか。釣り合ったところで押すとなんか起きんじゃなくて、押すと、重さによって、動くことになると。釣り鐘が。釣り鐘じゃねえけど。この辺りにもね、宝がありそう。あるね。青。ちょっと兄さん待ってよ。兄さん。よーし、お利口さんだぜ。まあ、お前も出てくるのは大体分かってたけどな。お利口さんだぜ。トレジャーは、お前らこういう時だよ、トレジャーを入れていいのは。あ、あった。ありがとうございます。雑になってないかな。大丈夫？めっちゃ置いてあるみたいな感じになってるけど、これ。反対側にあるんじゃないの、これ。ね。あれ？ないっすか？あ、やっぱ、まあ、そう簡単にはいかなくなってくるよね。まあ、そうですよね。はい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 。いいっすよ、いいっすよ。よし。厄介なことになりそうねって、まあ別にタイミング測れば別に厄介でもなんでもねえけど。終わりましたけど。終わりましたけど。ああ、止まった。あ、この上か？上行ける？上行けます？これ。でもこっちだから、ここを通ってこっちっていう可能性もあるんだよね。
往々にしてありますよ。あ、でも待って、あ、やっちった、先にセーブされちゃった。パスオブライト10個足りない。これはもう完全に足りないですね。完全に足りないですけど、残念やな。あと一つでしょ、ウォーリアー欲しいな。そろそろウォーリアー欲しいけど、下にあるんじゃないのこれね。この辺りに多分挟まってるよ。あ、これ持ち帰りたいな。これなんでもないのこれ、すごい気になるけど。ああ、なんか光ってる。はあはあはあ。今手に入れたの、あの光ってるやつのせいで、何か分かんなかったわ。ウォリアーが、あ、よし、よしよしよし。オッケー。照準のブレが、軽減されました。オッケー。これでいいんじゃない？これでいいんじゃないですか？こんなの見たことないわ。うん、綺麗だね。点が3。点と線が6。線2つが10。点が1で、線が5か。で？いや、まあ。それはいいんだけど。つぶらな瞳がこっち見てるな。いいね。で、ここに合わせろみたいな感じです、だろうけど、あの、でかいのが、果たしていくつなのこれ。待って、何をすればいいんですかこれは。あの宝石、光に反応するわ。あ、本当に。あんまり、あ、なんか反応してるね。あんまりって言ったけど、まあまあ反応してるね。おー、そっか。あ、何？なんか飛んできた。ションション行ってる。あ、これ、マヤ数値を表している。数学って、ほんと嫌いだぜ。え、なになに、マヤ数値？あ、痛い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 。2、3、4、5、6、6、6、待って待って待って、ちょっと思った。何をどう動かせばいいのこれ。動く？え？どうやって動くんだこれ。ああ、なんじゃ、あ、なんか、これでいいの？これでいいっすか？ちょっとつぶらな瞳さん。ダメ？は？なんじゃ？どういうこと？どういうことですか？え？どういうこと？あ、あ、なに？待って、勝手に進んだけど、どういうこと？なに？あの、すいません、つまりどういうことだったんですか、これ。マヤ数値とかいろいろ言っておられましたけど、結局どういうことだったんですか、これ。宝こっちに置きっぱや。やっちゃった。なんか置いてきちゃったな。あー、でもわかんない。こう、またあっちの方行くかもしれないしな。くっそー、マヤ数値が何なのか全然わかんないまま終わっちゃったよ。何だったんだろうな、あれ。マヤ数値？まあ、いいんじゃないかな、みたいな感じだけど。これダイナマイト使うでしょ。完全に使うでしょ。持ってかせろ。おい。邪魔だな、もう。何しろって、これ。これ押すの？押したところでこれダイナマイト繋がってないよ、みたいな感じなんじゃないの？爆破した後か。
はい、ということで、なんかマヤ数値全く分かんないまま終わりましたけど、そんなお楽しみなこのゲームの続きはまた次回ということで、はい、それではまたな。